ライアン・ウィリアム・ネルセン・ウォン・ツムは、ニュージーランド・クライスト・チャーチ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。オール・ホワイツでは首相を務めた。クライスト・チャーチ生まれ。セント・トーマス・オブ・カンタベリー・カレッジを卒業しとべ、アメリカ合衆国グリーンズボロ大学サッカークラブで2年間を、過ごした後、スタンフォード大学サッカークラブへ移籍。 スタンフォード大学に在学した2年間で政治学を専攻し卒業した。2001年のドラフト4位で MLS の DC ユナイテッドへ入団。2003年からキャプテンを務め、同年と翌年に MLS ベスト11に選出される。MLS4 年間の在籍中に7ゴール、5アシストを記録した。2005年1月6日にプレミアリーグのブラックバンド・オーバーズ FC に入団。 ディフェンスの立て直しに成功し3年間の契約延長に合意した後、ブラックバーンの援助もあり就労ビザの取得に成功した。2006年度には、オセアニア年間最優秀選手賞を受賞。2006から07シーズンは、ハムストリングの損傷により、出場機会を減らすが2007年に復帰すると、同年より、ブラックバーンの首相に就任する。シーズン終了後に、 クラブと5年間の契約延長に合意。2009年4月26日のタイウィガンアスレティック FC 戦でプレミアリーグ初ゴールを記録した。2011年4月に膝を負傷して、以降は1試合の出場に止まり、翌年1月にブラックバーンとの契約を解除。同2月1日にトッテナムホットスパー FC と契約した。シーズン終了をもってスパーズを退団し、 6月18日にクイーンズパーク、レンジャーズ FC と1年契約を交わした。QPR ではシーズン開幕以来全21試合に出場するなど主力としてプレーしていたが2013年2月1日に MLS のトロント FC 監督に就任することが発表された。ニュージーランド代表として1999年6月19日、ポーランド代表戦で A 代表デビューを果たした。2008年に行われた北京オリンピックにはオーバーエイジ枠で選出された。2010FIFA ワールドカップでは3試合に出場。グループリーグ敗退に終わったものの3引き分けで出場国中唯一の無敗であった。2012年ロンドンオリンピックにも2大会連続オーバーエイジ枠で選出された。ありがとうございます。